皆さんこんにちは、りなじょーです。いつもたくさんのコメントやグッドボタンとありがとうございます。このチャンネルは博多弁講座とか福岡のこととか今毎日発信をしているので、よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。はい、今日はこちらをやっていきたいと思います。福岡県民やったら読めろもん、この地名読める？ということで、まあ福岡県民やったらわかるかなっていう町のね、名前、これなんて読むとかいなっていうような町を5個ピックアップしましたので、それをあなたが当てるクイズでーす。わからなかったっていう人はぜひぜひ覚えてくださいね。それでは早速行ってみよう。一つ目こちらです。じゃじゃん。さあ読めるでしょうか。こちらなんか前リナの動画の配信で見たことあるような気がするな、この感じとか思った人はしっかり動画を見てくれてるということで、正解はももちと読みます。まあ観光スポットとしてはすごい人気の場所になるし、住む場所って言っても結構人気の場所になると思う。福岡タワーがあったりとか、ペイペイドームがあったり、ももち浜、海沿いやけんね、すごく人気のスポットになります。あとはね、金持ちの人が多いイメージと、家賃が高いイメージと、頭のいい学校があるイメージがある。リナ的にはももち、みんな覚えてね。二つ目はこちら。じゃじゃん。さあ皆さん読めるでしょうか。こちらは雑書の熊と言います。ここはね博多区になるんやけど、雑書の熊っていうところで商店街があると、福岡の B 級グルメで有名なむっちゃんまんじゅう、これまだ紹介しらんね、この YouTube の動画で紹介してないけんね、むっちゃんまんじゅうがある商店街です。ていうかリナ的には雑書の熊はめっちゃむっちゃんまんじゅうのイメージでしかないぐらい、むっちゃんまんじゅうのとこっていうイメージ。雑書の熊、みんな覚えてね。3つ目はこちら。じゃじゃん。これはマイラ市と読みます。これはね福岡の東区にある町になるんやけど、いつまでも読めんかったね、リナは。マイラ市に何があるかっていうとね、九州大学病院がある。なかなかこれ読めんよね、福岡じゃないと読めんくない？これ福岡でさえもなんやこの感じって思いよったもん。そして4つ目はこちら。わかった？女に腹と書いて妙原と呼びます。これは西区、福岡の西区にある場所で、妙原っていうところなんやけど、みんなもね、あの西区側はめちゃくちゃ詳しいわけじゃないけん、というか多分みんなが運転がいっぱいできん人間やけん、あんまり西の方に行く機会っていうのがあんまなかったりとかして、この妙原は実際何があるのかって調べたところ、史跡とか神社があるスポットでした。漢字だけでもぜひ覚えてね。西区もね結構いろいろあるけんね、スポットが。これも勉強しつつスポットも案内をできるように、そしてロケも行けるようになりたいと思います。そしてラスト5つ目はこちら。これ難しいね。なんかさ、ザ漢字って感じじゃない？みんな漢字苦手やけんさ。これは、古木枯らす町という町の名前です。これはね、中央区にある古木枯らす町。覚えてね。はい。ということで今日は、福岡の5つのちょっと難しい地名っていうところで、あなたにクイズを出しました。みんなは何個正解しましたでしょうか？今日はここまで。これからも、博多弁
伝講座や福岡のこととか発信をしていきます。過去の動画については全部再生リストにまとめておけん、ぜひぜひ見てみてください。そしてこの動画がいいねって思ったらぜひ高評価ボタンもよろしくお願いします。それではみんな、また会おう。